こんばんは。ごめんなさい、ちょっとショールームするつもりじゃなかったんですけど、ごめんなさい。なんか皆さんにお助けをというか、ごめんなさい、本当にごめんなさい。皆さんに、私はせっかくフォロワーさんもいっぱいいるし、みんなが拡散してくれる力もあるし、ツイッターでつぶやこうか迷ったんだけど、さっき花ちゃんと話してたんだけど、なんか急だったから自分が一人でどうしたらいいか分からなくて、だからみんなにお願いをしようと思いました。皆さんぜひ、私も行くので献血に行ってください。全然ミリネ関係ない、ごめんなさい、主語がなくて。でもどこまで触れていいか分かんなくて、でも私にできることってこういうことしかないかなと思って、ごめんなさい、なんかこんなに泣いて。声優さんの界隈とは多分皆さんの層が違うと思うから、新しくこうやって献血のこととかを知ってもらえるためには、自分のこの皆さんの拡散力と自分の有名自分で有名とか言ってあれなんですけど、有名勢を、有名なところをフルに使っていくしかないと思います。思いました。立場生かしていこう。ツイッター、どう言ったらいいか分かんなくて、なんかどこのサイトを持ってきたらいいのかとか分かんなくて、それがなんかドナーとかドナー登録とかなんかいろいろ調べたは調べたんだけど、ちょっと詳しく調べないと自分が理解しきれないっていうか、成分献血は女の子は体重とかもあるからあれなんだけど、そうだよね、全血は50キロないとあれなんだけど、女の子とか成分は40かな。でもどうしよう、どうやってさツイートしたらいいか分かんない。でも急にさしたら変だよね。で急にショールームしてるのもだいぶ変なんだけど、とりあえずショールームでお伝えしました。ショールームを見てくださってる方が少しでも、明日とかになっちゃうかもしれないんだけど、よろしくお願いします。